ゴルフネットワーク。1分勝負ステップアップドリル。1 minute。 スコアを縮めるための時間短縮練習法をご紹介します。皆さんが、よく7番アイアンでこれ練習していますよね。結構難しい問題から手をつけてしまっていることになっています。2時間7番アイアンで150ヤードを乗っける、これよりもピッチングで確実にグリーンに乗っける、これを2時間すれば目標は近いですので、150ヤードよりも向上は見られるはずです。長い番手で練習時間を費やすよりも短い番手を確実にグリーンに乗せる、こういう練習をした方が確実に1打縮まります。そしてできない問題を全部箇条書きにしてください。難易度の簡単な順から手をつけていけば最短でスコアを縮めることができます。